皆さんこんにちは、ネコニラでございます。ユニバーサルカップを指しに行った時の、15クレですね。はい。キラが13クレ目かなんか出たのかな、確か。これを開けていきましょう。1クレ目から。まあ、ベスト16、まあ、毎週毎週イベント縛りだけね、指してるんですよ。ユニバをね。指していてですね。あ、ラベッシュ。ベスト16、前々回がベスト16かな。で、今回、てか先週がまあ、71回の結果が、3回戦かな。ミニョレ。まあ、ある程度こう惜しいところまで行ってる気はするんですけどね。なかなか、やっぱこう勝てない。お、シールだ。シール博士忘れてた。ブスケツ。なので、まあ、バッチョでもね、引ければ、一回こう任期終えてですね、また新しく育成始めて、まあ僕がこう思ってる改善点を改善しつつやるんですけど、まあやっぱ出ないからね、バッチョが被災。まあでも頑張って根気よく指し続けてれば、いつの日か奇跡が起きると信じてね、ちょっとやってますけど、まあ、片攻めじゃなく逆サイドアタックなので、もしマックスマイヤー、もしエリアでも取ろうもんならもう、まあ難しいかな、難しいのかな。これが6クレ目ですね。ダビド・ロペス、やっぱテンプレチームの片攻めで取ってもやっぱなんか面白くないじゃないですか。なんで、まあ、根気よく逆サイドアタックで刺し続けてますけど、まあ、そのね、模様は毎回こうブログでアップしているので、ぜひ見てください。フェグリ、よっ。あ、メルテンスは黒になったんでしたっけ。そうですよね、はい。13、14のメルテンスは有料で、ある程度有名だと思いますけど、もう何クレ目かわからんわ。お、酒井宏樹。そういえば、まあ、酒井宏樹が出てこの話するのもダメ、あれですけど、また武藤がね、怪我しちゃったんですよね。また怪我しちゃって、まあ、今シーズンはもう無理かな。惜しいですけどね。サニア、あと山口ホタルのね、怪我も心配ですね。ブンデスリーグだとサニア、これもねちょっと気になってるんですよね。まあでも上下動だから、これなんだろう、オーバーラップ持ちなのかな。 1,2,3,4,5、 あ、これが11クレ目ですね。モラタ、どっちのラロハユニカ、はい、半端なかったですよね、チャンピオンズリーグのモラタのドリブル。これが12クレ目よ。ハビ・フエゴ、でこれがね多分ねお堅いんですよ。なんでこれちょっと最後にして、これが14クレ目です。ポコ、ポコって聞くとね、僕はデジタリズムをねちょっと思い出しちゃうんですよね。デジタリズムって言ってですね、まあちょっと前かな、ちょっと 3,4 年前ぐらい、もうちょっと前かな、にある程度ちょっと流行った、まあ洋楽好きな人じゃないと知らないと思うんですけど、ノイシュテッターデジタリズムっていう2人組のですね、あ、3人組かな、それのポコっていう曲があるんですよ。すごいかっこいいんで、 EDM 好きの人はぜひ聴いてください。これそんなことはどうでもいいんですよ。これ行きますよ。あ、シールがついてる。行きますよ。マジで言ってんの？
え、硬いよね。だから15くらいあってキラ1枚もないってことはないと思うんですよ。ん？守備戦術が洗練され、攻撃もコンビネーションが主流となってきている時代にあって、ここでこれ、あ、これは戦術破壊じゃないですか、この歌い文句。ちょっと僕この辺の文字覚えてないですけど、唯一無二の存在、唯一無二なわけないからコンバーですから、いきますよ。はぁマジで言ってんの、よいしょ。うわぁ、3枚目素晴らしい。すぐスリープ、すぐ地引きはね、初ですよ。地引きは初、あのくじでね2つ当ててますけど、1枚は ATL イダービッツとね、あのトレードさせていただきましたけど、マジやば。マジかよ。ちょっとどうしよう、これ宝の持ち腐れだな。使う予定ないし2枚目は、まあ、プレゼント企画かトレードかっていう形ですかね。はい、というわけでまさかの、すごくないですか、だって15クレしかけて1枚キラくればいいななんて思って蹴ってたら、お座り一発。はい、メッシーありがとうございます。今日はこの15クレしか蹴ってないんで素晴らしい。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。